ファミコン全ソフト実況、どうもタブヤンです。今回はアルカノイドをプレイしたいと思います。1986年タイトーさんのブロック崩しですね、パズルゲーム。このゲームのクリア条件はこちら、全33面クリア。結構あるよね。ちなみにまあね、コンティニューラウンドセレクトは使っていきたいと思います。さあ行きましょうか。全33面、なんかね、上の方を一番上の壁に当てると、あの弾のスピードがアップしたりしたんだよね、確かね。行きましょう。パズルゲーム得意じゃないけど好きなんだよ、斉藤さんの。まあこれパワーアップアイテムとかがあるんだよね。おお、来た来た。あと3つになる。ボールが意外にこれ集中して結局レーザーいいよね今のね。あ、大きくなっちゃった。あ、これいいね。あ、地味にいいわこれは。大きくなっちゃうのはいいね。あー、3つになる。いらん。レーザーの方がいいかな。硬い壁とかあるんだね。敵とか、うわ、アイテム取ろうと思っても取れない。敵が来てる。何このピンクのやつ、取りたい取りたいけど取れない。あ、ボールが速くなってきた。うぅぅぅぅ。あー、やられたー。一面でも難しいな。レーザーになんかボールのスピード最後の方がちょっと難しいよねこれ。なんかアイテムに頼りすぎるとボールを失うよね。あー、ダメだ。全然なんか思ったところに行かないんだよなこれ。頼む。惜しい。違う、そっちじゃない、そっちじゃない。狙ったところにボールいけるようになったらもう1人前なんだろうねこれ。くわー、よし、クリア。一面クリアです。いきなり2面からこう難しくない？あ、危ない危ない。集中、反射神経だなこれ。まあ地道にこれ行った方がいいな。あ、やばいぞ、やばいやばい。あんまりそっち行かない方がいいよ。ボールをどこに当てるかで全然パワーアップアイテム取れないな。速くなってきたな。うーわ、3つ、ボール3つあっても、あ、大きくなっちゃった、いいね。大きくなっちゃった、いいね。うそー、ゲームオーバー。 AB 押しながらセレクトスタート。あら、あら、まあ一面コンティニュー、難しい。コンティニューのやり方がね、こちら、あのゲームオーバーになった瞬間に AB 押しながらセレクトを 5回以上連続押してスタートって、こうスピードが試されるんだよね。だからラウンドセレクトやりましょうかね。あ、ラウンドセレクトの書き方書いてないけど、 A ボタン押しながらスタート。で、あれ？あれ？ A ボタン押しながらスタート。
わかりました。あ、ちょっとバグってる。ゲーム中に A ボタン押しながらスタートね。こういうとこで。おっと、難しいな。あ、いけた。ラウンド2、さあ行こう。やり直し。ちょっと画面バグってますけどね。いやー、難しい。反応速度というか、これ経験もあるんでしょうね。難しいな。イージーミス。全33面。アイテム、なんかあの幅広のやつが一番無難かな。でもなんか私的にはレーザーが欲しいよね。レーザー打ちまくりたいよ。何これ、え、あ、くっつけれるんだ。あ、これいいね。あ、これ地味にいいな。イレーズ一定時間あんのかな、これ。あ、あるね、時間制限あるね。おっと、端っこで。いえー、そんな子、それはひどい、敵キャラ。くわー。ラウンドセレクトね。同時よし。よし。最後。できるだけ、真ん中で捉えたいよね。安定させるっていう。そう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 。これ、アルカノイド、敵キャラいるんだよね。真ん中で安定させる。もうこれ、後ろの方に掘り込んで、あ、いいね。いやー、これきつい。結局1個になるよね、これ。弾3つは嫌だな。できればこれ奥に、後ろに、こうこう、ここいいね。あ、止めるやつ、あ、止めるやつじゃないんだ。今のアイテム何だったんだ。よし、でっかくなっちゃった。いいよ。2面はクリアしたい。あ、なんか取ってもた。欲しくないのに取らざるを得なかったね、今。結構なとこまで来たよ。当たらんな。あ、拾った。よし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 。いや、怖い。よし、敵が怖いよこれ。よし、これなんだろう、取ってみようか。うわ、3つか。やべー、怖い、緊張する。勝ちたいんだ。あと1個頼む。いいよーし、2面クリア。これが私のハイスコア。硬い。うわ、これは、いや、もう難易度高いんですけど。くわー、ちょっと画面バグり始めてるし。あ、バグり始めてる。ファミコン本体の端子がちょっとね、ダメなのかな。バグり始めてる。おー、いいとこ入った。くぅー。なんだよそれ。ラスト一機。シンプルな面なんだけど、これ難しいね。硬いなぁ。あ、っていうかこれ、わかった。黄色はダメなんだ。破壊できない、ブロックなんだね。黄色は。壊せないんだ。黄色というか、金色か。
ードセレクトが微妙にめんどくさい。アバグ的だね。押せないんだよねこれ。ああ死んだ。ちょっとラウンドセレクト、お前ラウンドセレクトに一気失うっていうね。戻ってきました。あ、戻ってきたけどバグりました。なんだこれ少々お待ちください。いや、こんなに難しいラウンドセレクトないな。あ、ちょっと待って準備する前に、早い、くわー、ついていけないねこれ。もう20代のゲームかこれ。でもなんかドラえもんの大山信代さんもこれ好きで100万点取るらしいですね。だから年齢は関係ない。くわー、これ自由にこの好きな場所に行かすことができないとこの面はクリアできないなこれ。くおー、ギブアップ、早いもう一回行こう。これね、 A ボタンとスタート同時押しっていうのがね難しいんだよね。ほっ、あ、ダメだ、ほっほっ、ダメだ、ほっ、できないんだよねこれラウンドセレクトが難しいって。 A ボタン押しながら同時押し、おいけたー。さあもう一丁頼む。 A ボタンとスタート、よし、いけたーさあラストチャンス、いくぞ、反応速度、うわー、でかいの取ったのにー、これ以上進まない。最初これ、ここ違う、よし、惜しいな、あそこにはめるんだ、集中集中、こっちに寄せてきて、こっちに寄せてきて、こっからだ、こっからあー違う、あー難しいギブアップ、こんなに難しかったっけアルカノイド。いやー、ご視聴ありがとうございました。専用コントローラーとかもあったよね。私は持ってないですけど、専用コントローラーもね、あったとしてもこれクリアできる気しないですね。よかったら私のプレイよりも見せるデモ画面を見ながらお別れしたいと思います。あの金色のブロックは破壊できないんだよね。大きくなっちゃった、違う、でっかくなっちゃった。いや十分うまいじゃないかこのデモの方が。めちゃくちゃ楽しんでるじゃん、何これこれあれか、左右の壁と一番上の外枠に当てるとあのボールの球がスピードが上がっていくのかな。皆さんよかったら遊んでみてください。いろんなハードにね、 DS とか Wii とかスーパーファミコンとか移植されてるから人気ですよね。あ、こんな面もあるんだね、いろいろ見せてくれてます。それではまた次のファミコン全ソフト実況パズルゲームでお会いしましょう。さよなら。さよならまで噛んでます。